酒梅組は、大阪府大阪市西成区に本部を置く幕ト系、指定暴力団。構成員数は2019年末の時点で、約30人。1873年生まれの初代、飛梅吉は10代後半頃から飛ばに出入りし、会津小鉄の若頭であった、長谷川伊三郎に指示した後、3人の実定を引いて、大阪南場を中心に勢力を拡大。 1933年に富は病没、田中祐吉が二代目を襲名するも、それからわずか二年後の1935年に田中が死去。初派定立する中戦後に松山翔二郎が三代目を継承した。松山は山口組の田岡和夫組長と五部の兄弟の関係を結び、全日本プロレス協会の会長を持つめ、1961年に63歳で、 没するまでたおかと信仰関係にあった。松山亡き後の四代目を中納め幸男が継承、さらに1979年に谷口正男が五代目を襲名している。1993年の5月26日、大阪府公安委員会は酒梅組を指定暴力団に指定した。2003年には保守神道の大義士、 松並健志郎の施設秘書の給与275万円を酒梅組系の建設会社が肩代わりしていたことが発覚している。2010年、南木宮美が八代目を継承した。2013年、八代目の南木宮美が病気療養のため引退し、五代目谷口正夫の子飼いの若手であり、自らは天竜会を率いて五代目体制では若頭補佐。 八代目体制では、射程頭を務めてきた、吉村光雄が九代目を継承した。七代目、組長、金山幸三郎は、韓国の暴力団である七星派の党目、リアスシカン兄弟のちぎりを交わしていた。ありがとうございます。